緊急で動画回してるんですけど、なんとね、大塚賞大遅刻してます。今日ね、10時からスタートするから、まあ遅れずに来いよって言われたわけですよ。まあ当然10分前には来たかな。準備してたら泣きそう、間に合いません。はい、今の時刻がですね11時20分で1時間20分遅れてます。よーい、スタート。ポンと最後あのさっきのポンとか、何ボールを置いてカメラ目線最後ね。やばい、1時間半遅れてきて、ほんで持ってきたん、あかん。そこ東京からのやろ。いや、すいません。今日はね、撮影ということで大阪に来ました。でね、この動画はね、オフショットみたいな感じで撮らせてもらおうかなっていう。まあね、裏側をちょっと撮ってきます。乗せた方がいい。あ、いいね。スタート。もう少しアレンジ。みんなにあのやってほしいなっていう技があります。いきますよ。もう一回決める。撮影今回終わりましたけど、はい、どうでした？そうっすね、楽しかったっすね。何が楽しかったですか？いや、なんかこう一回一回ビデオで確認して、なんかオープニングでこうやって撮っていくんだっていうのと、本当に映像が綺麗で、でいろんな角度から撮って、すごい初めての体験で楽しかったです。なんかこういうとこ注目してほしいみたいなのあります？注目してほしい僕のシュート。シュートぜひ。それはね、あの見ていただいてお楽しみということで大丈夫ですか？最高のシュートだったんでぜひ見てください。わかりました、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした？いや、撮影すごいね。こんなん初めてなんで、ちょっともうそわそわしてて緊張してたんですけど、はい、めちゃめちゃ楽しかったです。見どころは？見どころ、いやでもなんかあの1対1とか、はい、シュートとかいろいろ撮ってもらったんで、これをどう組み合わせるのかをちょっと僕も楽しみにしてるんで、皆さんもぜひ楽しみにしてください。
いただけたらと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。協力してもらったゆうごくんです。ありがとうございました。ありがとうございました。どうですか、あの2人のなんかやってる姿見て。いや、やっぱ先輩2人かっこいいなと思いました、ね、全然思ってへんやん自分は思ってます。目も笑ってへんし、いやいや口も動いてへんし、ほんまかっこいいなと思いながらずっと見させていただきました。薄いな薄いわ。まあまあまあ、シンプルイズザベストですまたちょっとこういうのがあったらお願いします、はい、ぜひ。ありがとうございました。ありがとうございました。それではオープニングどうぞ。